お世話になってます。お世話になってます。あなたはなかなか釣れないなと思ったら何をしますか？え、釣れないなと思ったら私は遠征します。本日も仙台でございます。昨日はまあ結構バンバン釣れたっていう感じではあるんですけど、はい、そうですね。まだ肝心なね、あのヒラメ出してませんし、まあ、なんだったら僕は釣ってないんで、まあ、僕はとりあえず一匹を、さらなる一匹を目指して、ね、今日はね、朝まずめ一発勝負ってことで、はい、あんまり時間もないので早速やっていきましょうか。はい、はい、やりましょう。はい、お願いします。お願いします。天気は晴れ、29度まで上がりますけど、昨日よりプラス3度です。風はもう無風で、波の方は、はい、まあ、0.7、 昨日がね、1だったんでちょっと下がってきてます。5時18分満潮なんで、はい、あと20分ほどで満潮になります。なので今からのその下げ狙い、今どこに歩いていってるかっていうのは、はい、あっこ見えます？あっこだけザワ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 するでしょ。ああ、波がなくなった後、あっこだけザワ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 、はい、で、ああいうところ、まあ、離岸流ができるかも、払い出しできるかもですね。沖に沖に向かうところ、はい、だから下げの時間帯に一気にバーンって広がるかもです。なるほど。潮が動き出したらで、そういうところをちょっと探してバーッと見てもらったら、もう綺麗でしょ。うん、あの辺だけちょろっとまだ何かあったりする。あー、どうぞ。そうですね、そういうところを狙っていってます。昨日はメダルジグだったんで、はい、まあ、今日もメダルジグですまあこれ理由があります。理由が、あーはーはー、今もうほぼ満潮です。そうですね。で、ブレイクまでがね、うん、ちょっと距離があるんですよ。あー、ここの今波立ってるこの第2ブレイクというか、1個目ぐらいが多分あるやろ。うん、でそこのところまで遠くまでやっぱね、飛距離があるんで、こういうロンキャストで飛距離を出して、まずそこから探っていくと。で、魚がどこでかかるか、バイトするかっていうのを探ってから、うん、他のルアーにローテーションしようか。あれ、まあ、竿曲がってるんじゃないの？カニが出るのかな？昨日言ってたズル引きパターンすかね。出るか？出たか？ん？なんかどうなんだ？あ、マゴチだ、マゴチ。というわけで、本日も仙台でのヒラチャレ開幕しました。まあ、そこまで時間がなかったんで仙台満喫ってほどは言えないんですけど、昨日あれっすね、ずんだシェイクとかも、ずんだシェイクとあと牛タンね、めちゃくちゃうまかったっすね。めっちゃうまかったっすよ。まだあと1人前プラスいけたなマジっすか。2人前頼んでましたよね。2人前頼んでご飯がおかわりしたんでねやっぱりそれが飛距離にもつながってるんですかね。やっぱ体力がね、消耗半端ないんで。半端ないですよね。僕は1人前でしたけどご飯はおかわりできました何の報告。仙台の皆様も見てくださってると思いますので、ね、4月でしたっけ、フィッシングショー、仙台フィッシングショーに来て釣りジャック見てますよっていう方にもいらしていただいてね、まあ、その方たちのためにも、見てくださってる方のためにも、この仙台の地でクロヒョウがね、ヒラメを仕留めますよ。魚を仕留めます。魚なんで言い換えたんすか最後イチローが奇跡を見せますよ。いや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 それはもうあれ、なんで否定するんですか。いや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 奇跡とかさ、この前チル釣っちゃったじゃないですか。
だからまあ10本ぐらいはまあ僕の出番はないかなと思ってるんですけど10回に1回乗って、そうそうそう、まあ、なんで僕はまあまあ自分のペースを組み立てを守りながら守ってたら分かんのちゃうかというわけで今日は時間もないんで早速私めも参戦します。昨日のリベンジで情熱フェニックス行っていきたいと思います。今まさに瞬間を捉えましたよ。気持ちよさそうだった。これ大きいんじゃないの、ヒラメか、早々に勝負を決めるか。すげえ、うわーめちゃくちゃかっこいい。いい曲がりしてますね。なんだ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 、えあれちょっとひらめひらめ、なんすかね、ファイトが続いております。結構曲がってますけど、ここ引っかかるよね、えいやー、魚魚魚ですよね、引いてます引いてます引いてます、カニじゃないことを祈ります。前日のプレイバックね結構ね、あのカニ引いたんで、さあ、波打ち際、落ち着いたやり取りを見せてます。さあ来るか、がっつりフィッキングしてますね。うわーちょっとでかい、でかい、あーすれか、そこで背中で食うやつでかやばすげえ、これはいいサイズきましたね。ちょっとスレでごめんだけど、スレでごめんだけど、でもアタックしてくると思うんすけど、いやと思うんすよ、ね、ヒラメだと思った、ヒラメだと思った、ヒラメだと思って、うん、僕もヒラメだと思ってた59 59頑張りますか、あと1キャスト頑張ってください。はい、ちょっとまだ1キャストもしてないんでチャンスですよ。頑張りましょう。やっぱり 100m ラインぐらいですか。 100m ラインですね。あーポール、ポールね、だいたいね着水したところが1秒2秒かからんぐらいです。あ、そんな浅いんですね。浅いです。で落ちてこぼって当たった感じがしたんですよ。はい、でそのまま何もなかったと思って、はい、じゃあその後着底したと思って巻こう思ったら持ってったんですよ。これ来たと思う。あー超気持ちいいじゃないですか。基本はね、昨日と同じ底振りでいいと思います。なんだろう、顔曲がってます。何でしょうか。
高。わあ、孫ちぃ。それもスローフォール。着水して、はい、ちょっとほっときました。で、5秒ぐらい待ちました。1,2,3,4,5 で巻き出したら、って持ってました。じゃあ本当ステイが大事なんですね。ステイですね。今日マゴチです。ナイス、これすごい。やっぱね、そこ切らんとダメだと思います。あ、で、今はずっとそこ切ってないんで、マゴチ狙いになっちゃったかと思って。ちょっとヒラメ狙いに切り替えてもらっていいですか。ヒラメが出るか。どうも、今開発収録プロトの、はい、開発中なんだ。おい、ナイスマゴチ。ダダン、ダニエルヘッドサーフ。ダニエルヘッドサーフ仮称。これでブリ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 泳ぎながら、はい、この後ろのワームがね、クネ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 こうやって動くんですよ。あ、ワームもクネクネしてくれるんですか。なんか昔あったダンシングフラワーでしたっけ。はい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 、なんかあってクネ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 しよう。へぇ、まあ、まだ今開発中なんで、はい、もうちょっと待って。ヒラメを、船内サーフにヒラメを。
何何何何何来た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 え最後ヒラメこれヒラメスタビラメこれで勘弁してくださいとか言うのもしかしてなんで俺だけ30分延長します。本当ですか、ありがとうございます。9時までします。俺でも黒ひょうが魂を分けてくれて1投目でお、マジですか。ちょっとだけ、もうちょっとだけ、はい、でも勇気づけられる人もいるんじゃないですかね、イチローさんの存在に。そうですね、はい、そう思いますよ、僕は。だから別に釣れなくても安心してください、生きていけますから帰りましょう、500キロ600キロ近いです。600キロですね。そうですね、行きましょう。飛行機の時間があるんでさらっと嘘言って。